先ほどの決定機巻くというよりはちょっとブレ玉気味に蹴ってますよね、はい、このシュートは。阿部と永井で取ります。松木ワンタッチ、永井を使った、いいパスだ。永井から決定機、右からレアンドロの右足、ナイスキーパー。松木絡んで際どいチャンス、 FC 東京マイナスに入れた。デゴ・オリベイラ、松木左足、ナイスキーパー。新加入の松木、ああいうところ逃さないですよね。こういうミドルもそうですけど、はい、本当に何が起こるかわからない場所に出てきますよね彼は。まあ、でも彼は、ね、前もできる選手なので、インサイドに入ってサイドバックですけどプレーできますからね。はい、トルビさん、左足ミドルシュート狙ってきました、枠内シュート。阿部サイドチェンジ、外側に永井がいます。松木トラップ、パスにしました。ディエゴ・オリベイラ、またナイスキーパー、チョン・ソン・リョンありますし、またこの中ミドルのパスですね。で、松木もうまく止めましたよね。はい、長友です。レアンドロ落とした、ディエゴ・オリベイラ、今度左足、今度シュート、左ポスト。いや、まさに言ってた形ですよこれね。先ほどの決定機巻くというよりはちょっとブレ玉気味に蹴ってますよね、はい、このシュートは。クロスにした、クリアを拾ったレアンドロ、残したぞ、チャンス、打ちました、大きな、ナイスキーパー。大きなどよめき、轟き陸上競技場、まさにチョン・ソン・リョン。 Like, Subscribe, Push Notification